ブラジル人の友人が話してくれた祖父母の話、最近仲良くなったブラジル人が話してくれた祖父と祖母の馴れ初め話、ブラジル移民として渡った祖母一家、祖母だとなんかわからんからヨネにしとくか。そのヨネちゃん、ブラジルに行った時は5歳ぐらいで、一家はもちろん農園のお手伝い、同じ農園で働いていたのが祖父のアレックス。ちっちゃいのに働き者のヨネちゃんに興味を持った。数年後、同じくらい働いていたのに日本人一家は自分の農園を持って独立、まあ開拓したんだろうけど、アレクとヨネちゃんは離れ離れに。日本人は働き者で節約上手、同じ給料なのにもう独立したんだと感心していたら、その数年後には中規模農園のオーナーに。まだ前の農園で働いていたアレクとその家族に、ヨネちゃん一家からうちで働きませんかとのお誘いが。お世話になったからという理由だったそうだ。そこで再会したアレックスは、農園のオーナーなのに一緒に働いている日本人家族を見てびっくり、そしてちょっと大人になったヨネちゃんにもびっくり。なんかまだちっちゃい。アレクはそこで考えた。ちっちゃくて可愛らしくて働き者のヨネちゃんと結婚すれば自分も農場のオーナーになれると。そして念願かなってヨネちゃんが18歳の時に結婚、アレクも一生懸命働いて農場主になりました。しかし、あんなにちっちゃくて可愛らしくておとなしかったヨネちゃんは激変。鬼嫁となって裕福になったはずのアレクを働かせます。もちろんヨネちゃんも働いているので文句は言えません。もう従業員に任せていいんじゃないかと言ったら激怒し、働かない人にご飯をあげませんと怒鳴られ、結局はヨネちゃんが亡くなるまで働いていたそうです。その祖父から日本へ留学するときに言われた言葉が、裕福になりたければ一生働くのを覚悟の上で日本人の奥さんを見つけてこい、それなりでいいのならブラジル人か日系の嫁を探せだったそう。それでもヨネちゃんの好物だったかりんとうはアレクの好物となり、今でも月に一度は送っているそうです。かりんとうを食べると必死で働かされていたことも思い出すが、ヨネちゃんの笑顔も思い出すんだとのこと。でも毎月一箱は送りすぎだと思うんだ。どんだけ辛い日々と笑顔を思い出すんだよアレク。